遅いよ。ベンツもらおうって言ってたね、レースをね。あれやっぱどうなんだろう、あのマーク X の予想だったけど、ドキッとすんのかな。 ね今ほら俺がトラックの後ろついててさ、左行ったじゃん。でその時に最初 LS は赤灯をつけてなかった、出してなかった。映ってるよな、今日はセンチュリーだったね。いや半年くらい前に見たときは1個前だから、後期型の路線盤の方だった。
まあ特に話すこともないけど、これあれだな、あの右曲がったとこをカットしろってなんだ、右曲がって左曲がったとこ信号かなり際どいからカットしろってなんだっていうか、だからあの手前の右折するとき今あれね、あそこに引っかかってたらね、ってことですよね。あそこ投げんだよ、あの右折のとこ引っかかると、あそこほら、あそこの手前は青信号でさ直進させず右折行けるんだけど、あそこは一直別なんだよね。だからあそこで今俺が飛ばしてないと引っかかっちゃうと、また次の信号の時に左折と直進ではまるじゃん、その間待たなきゃいけないじゃん。でそれでカットになるんですよね。カットの回ありましたね。いやでも LS、どうなんでしょうね、それ LS ね。俺的にはやっぱりセルシオセンチュリー15なんだっけ、1561だっけ、のセンチュリー、3000番のセンチュリー、マジェスタがいいよね。これずっと前の動画の、ずっと前のあのセンチュリーの見つけた時の動画でも言ったよね。バカキルトラック困ってたな、大型な、大型カシビカ席で左入ったやつ、左入った時に行ったやつ、すっごい眩しい。そういや、フーガってあんま見ないよね。ちょっと警護車続きですけど、もう 1,2 回しかまだ見てねえんじゃねえかな。なんかフーガはな、50のシーマンの時はかっこいいなと思ったけど、なんかフーガの防弾車見てもちょっと何言ってるか分かんないですって感じですよね。ほらハイエース怒っちゃった。この間の昼間見たやつはね、なかなか熱かったよね、他の警護車止めてね。あれ何なんだろうね、 LS の5000番使ったりセンチュリーの2000番使ったり、まあもう7000番の LS はもう見ないよね、さすがに。あれ国の用事とかで出るときとかは必ず決まってんだよね、そのあの羽田行くときとかはさ。あでもそれはもう昔だから、今はでも2台あるからね、5000番の LS と2000番のセンチュリーが両方あるから、てかずるいよね、あの人たちは。だって赤と回しとけばあそこ右折できんだからね、あれあっちから右折できないからね、本来は。あれ時間だっけ、あれ 俺が頭向けてた方はもう終日確か右曲がれないよね。で対向は7時8時だっけ、あれ7時8時だっけ、もうあそこはもう右曲がれないもんだというふうに考えてるから。まあベンツが総理車列煽ってましたってことで、はい、じゃあお疲れちゃんです。